セガトイズが動く絵本を天井に映し出すプロジェクタードリームスイッチを発売します。これから行われる発売記念イベントにはお子さんが誕生したばかりの川崎のぞみさん、アレクサンダーさんご夫妻が登場します。私たちは親の気持ちに着目し、寝る前の時間をもっとハッピーにできる、そんな商品を開発しました。それがドリームスイッチです。お子様の未来を育むコンテンツが50種も搭載、毎晩長く楽しんでいただけます。ドリームスイッチにはお休みまでの流れを習慣づけ、穏やかに眠りへと導く工夫がされています。ドリームスイッチを使って寝る前の新しい習慣を、寝る前の親子の夜にディズニーの魔法がかかるドリームスイッチ。お願いします。お願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。お二人お揃いのパジャマ姿でのご登場ですね、はい、さあいろいろお話を伺ってまいります。よろしくお願いいたします。まずはご出産おめでとうございます。皆さん拍手をお願いいたします。ありがとうございます。え、はい、ご出産後初めてのイベントでしょうか。そうなんですよ、はい、久しぶりでいかがですか。そうですね、8月に出産したんでまだ 2,3 ヶ月しか経ってないんですけど、はい、なんか体型とかもまだちょっと戻ってないんですけど、うん、なんか仕事は始まってますね、はい、でもあのブログでお子さんのお顔拝見してるんですけど、すごく可愛らしいですね川崎さん。そうですね、なんか親バカみたいな感じで2人で毎日、ね、なんかどっちに似てるかを話し合ったりとか、うん、ね、うん、そういうのをしてます。出産前から絵本を読み聞かせたいなっていう夢がすごいあったので、なのでこのもうすぐ多分言葉もちょっとずつ分かってくると思うので、いっぱい読み聞かせたいなと思ってます。アレクさん、子供の頃絵本を読んでもらった記憶ってありますか。はい、あんまないね。そう、絵本って結構いい話が多いんでしょ。多いです、はい、多いんだよね、多いよね、はい、ちょっと俺も見たんだけど、はい、多分ちっちゃい時にちゃんとそういい話聞いてたらもうちょっと真面目になったんじゃないかなってそうかもね、うん、そうだよね、なんか多分大事だと思う、うん、大事だと思う、うん、実感されてるんですね、アレクさんは。そうですね、アレクは多分もうちょっとね、何、絵本読んでもらった方が良かったね、多分、うん、読まないとダメだと思うよ。ですよね、必要ですよね、うん、このドリームスイッチを使っていただき、一足早く読み聞かせの練習をしていただきたいと思います。できますか。うん、頑張る。頑張っていただけますか。緊張するけどちょっと頑張るわ。はい、意気込みいただきましたので川崎さん、はい、楽しみですね。そうですね、アレクが読み聞かせしているところはまだ一回も見たことないので、今日初めて見たいと思います。滝福之助くんにお手伝いをしてもらいます。福之助くん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。3匹の兄弟の子豚がいました。どう呼べてる。ある時3匹はそれぞれに自分の家をこしらえることにしました。一番上のお兄さんはわらの家だよ。ささかさほいさっさ、さっさかさほいさっさ、わらの家は簡単でいいや。わーい、もうできたよ、楽勝だ。はい、ここまでどうなった。ほら、福之助くんさ、分かった今の。よかった。どっちが読んでもいいと思うよ。え、何、何、どっちが読んでもいいと思うよ。俺の、俺うまかった今。うまかった、お兄ちゃんの。うまくできた。どっちでもいいよ。ちょっと今、アレクの頭に入ってこなかったかも。嘘。うん、なんかやっぱりまだただ楽しかったかな。マジで頑張ってたけど。頑張っ、あ、そう、うん、3匹の子豚の話入ってこなかった。でも映像綺麗だったでしょ。すごい映像綺麗だった、うん、うん。それではここでナレーター収録バージョンを体験していただきます。よろしくお願いします。
三匹の子豚。三匹の兄弟の子豚がいました。ある時、三匹はそれぞれに自分の家をこしらえることにしました。一番上のお兄さんは藁の家です。さっさかさぽいさっさ、藁の家は簡単でいいや。わーい、もうできたよ。すごい、すごいね。うまかった。やっぱりうまかった、うん、いかがですか、改めて川崎さん。はい、なんか読んでもらうのっていいですね、うん、なんか自分もちょっと眠くなってきちゃうっていうか、うん、すごいリラックスできました。ですよね、はい、アリクさんはいかがでしょうか、ご自分のとも比べて。もう一回挑戦したいなって。うん、なかなか結構うまかったね、なかなかね、うん、うん、うまかったですか。うん、悔しいけど俺よりうまかったね、うん、お子さんとの親子の夜の時間、これからバッチリと充実しそうじゃないですか。なんかいいよね、なんか自分もリラックスできて、うん、ね、ちょっといい話もたくさんあるから面白いなって。そうだね、いい子に育つね、これだったら絶対、うん、なんか30種類も絵本の数があるんで、一月で毎日違う物語を読み聞かせられるのがすごくいいなって思いました。そうだそうだそうだね、うん、はい、ぜひ、はい、お二人も一緒に楽しんでください、はい、いよいよ発売となりますこのドリームスイッチ、たくさんの方が楽しい時間を親子で過ごされると思います。お二人からメッセージをいただきます。はい、ドリームスイッチで親子の寝る前の時間のコミュニケーションとして使ってもらって、大切な読み聞かせの時間を作っていただきたいと思ってます。でもとりあえず絶対買ってください。まあ、もう絶対素晴らしいものなんでね。まあね、うん、そう、以上、はい、はい、以上ということでありがとうございました。お疲れ様でした。まずはご出産おめでとうございます。ありがとうございます。今回出産後初めてのイベントということですが、はい、いかがでしたか。いや、なんかやっぱり出産後に多くの人の前に出るのはちょっと緊張しました。はい、で、なんかみんな優しそうな人ばっかりでね、楽しいなって。実際に今日読み聞かせを体験されてましたが、はい、改めてアレクさんの点数はいかがですか、カズキさん。アレクの読み聞かせ何点だろう、21点。21点か、まあリアルだなって、うん、どこがダメだった。やっぱりもうちょっと絵本だと、なんだろう、感情を込めてもうちょっと面白く読んであげた方が分かりやすいかなと思って、うんうん、まだたどたどしかったんだよね。もうちょっと練習したら、うん、バッチリ、うん、はい、イクメンぶりもちょっと噂で聞きますけど、アレクさんのイクメンぶりというのはどうですか。まあ、すごい思ってた以上にいろいろ子供のことやってくれて助かってます。どういうこと。もういろんなこと、おむつ替えからお風呂からミルクからもう全部いろいろやってくれてて、楽しいよ。そうそうそう、うん、うんち帰るの楽しいよ。そうだね、そうそう、あ、うんち出たっつって、うんち嫌がる旦那さんとか多いって聞きません。もうすごい喜んで、うんち出た出たみたいな感じで楽しいよ、めちゃくちゃ嬉しいです、うん、楽しい楽しい、うん、男のお子さん、男の子だということですけど、はい、うん、アレクさんに似てほしいところはどんなところですか。似てほしいところはやっぱり見た目はかっこいいと思ってるので、見た目似てほしいなって思ってます。逆にちょっと似てほしい、ここは似てほしくないなっていうところありますか。やっぱりなんだろう、プレイボーイっぽくはなってほしくないので、なんだろう、幼稚園とか行った時に女の子にすごい話しかけたりするんじゃないかなってすごい心配してるので、そういうことはしないようにちょっとずつ教えたいと思います。今実際のコンテンツが天井に映し出されています。少し部屋が明るめなんですが、実際に使う時は部屋を暗くしてちょうどいい明るさに調整されているということです。こういうふうに寝ながら読み聞かせをすることができるので、手も疲れませんし、あとスーッと眠りやすい環境が整っていますよね。クリスマスプレゼントの候補にいかがでしょうか。